もう俺の走馬灯はもうすごいやっぱり濃密やからね、俺の人生。小6でラグナロクオンラインやって、中1でリネージュ2やって、で卓球部入ってるね、中学の時。たっちゃんも卓球部やったんですけど、もうすっごい濃いよ。マー君と一緒に帰ってたから、マー君といい好きな曲ベスト3で MD 焼いてお互いに渡して勝負するみたいな。俺全部デジモンの曲やったマー君は一応バンプとか入れててんけど、俺全部デジモンの曲やったからね。デジモンアドベンチャー02のエンディングとかやったわ。でもマー君とはね、ちょっと最後ね、喧嘩してん。マー君結構ね、気難しいやつやってん、あいつ。でもマー君ね、結構ね、怒ったら長いんですよ。怒るともう、1ヶ月ネグレクトするタイプやねん、あいつ。でも、まあ、自然と仲直りしてるみたいな、いつの間にかね。結構その繰り返しやってん。でもマー君、俺がね、ずっとね、ちょモンハンハマってて、モンハン好きなやつとモンハンの話ばっかりやってたら、マー君怒って、そっから卒業までもう話さんくなってんの。うん。あ、もうこれはちょっとマークに完全に嫌われたかなと思ったら、その最後ね、もうちょっと写真撮ろうやっつってね、まあ最初一緒に撮ったんですけどね。うん。でもそっからね、もうマークん、もうすっげえ気まずくて。なんか、一応地元は一緒なんで、駅とかでは会うんですけど、高校になったら。違う、なんなら登校一緒なんで、駅まで。会うんですけど、喋ることもなく、ずっと気まずかった。なんかもう、しかも毎朝同じ時間に出るから、もうずっと会ってたわ。でも、一言も喋らなかったし、なんだろう、この前実家に帰ったらいたもん、マーク、また。お父さんと一緒になんか、最寄り駅の電車降りたらマークいたわ。もうストーカーなのかもしれない、マーク。さあ、ということで、まあ、特に何のオチもないんですよ。まあ、この話正直、オチがあってほしかったんです、僕もね。最後は仲良直りしたんだよ、みたいな、そういうこともなくて、終わっちゃったっていう、まあ、そういうことありますよね、やっぱ、小、子供時代って。え、マー君結構面白いやつでしたよ。なんか俺のこの、気難しい性格もちょっとマー君譲りなとこある。なかなかツッコミ上手でね。まあ、俺がボケ上手だったこともあってね。やっぱツッコミなかなかうまかったですね。サンダーお待ちのお客様。そんな青春時代が皆さんにもあるかなと思うんですが。おお、ふっ、ああああ、いった、あれ当たる、いや抜かされすぎやろ、いや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 、痛みのダウンって、いやほんま